広崎都市圏とは、青森県広崎市を中心とする都市圏のこと。広崎は、江戸時代の城下町の時から、津軽地方の中心地域で、青森研究三市時代には、旧正広崎高校をはじめとする学と、陸軍第8師団の軍都として、拠点性を発揮した。現在は、津軽地方の商業拠点、広崎大学をはじめとする教育産業、 リンゴなどの高付加価値農業、観光産業などを基盤産業として人口を寛容し、2010年の都市圏人口は30万人で、青森都市圏、八戸都市圏と並ぶ県内三大都市圏の一つである。長年にわたって津軽地方の拠点を担ってきたため、情報集約拠点ともなっており、地域メディアが発達している。観光産業における主要コンテンツは、 広崎桜祭り、広崎ネプタ祭り、津軽三味線などの祭事、伝統芸能、広崎城、最小院五十棟、石場家住宅、旧大五十九人口本店本館、旧広崎市立図書館などの建築物、岩木山の自然継承地など。青森県庁は県内を6つの地区に区分し、各地域に総合的な出先機関である、地域県民局を設置しており、 弘前市を中心とする地域は、中南地域県民局が管轄している。その範囲は、中津軽郡、弘前市、南津軽郡、黒石の頭文字を取り、中広市、南黒地区と呼ばれるが、気象庁の地域区分の二次細分区域では、中南津軽と命名されている。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。弘前市を中心市とする。 都市雇用圏の人口は約31万人。都市雇用圏の編成本社が、広崎都市圏以外に所在しているが、広崎都市圏に取材、放送拠点を設けているメディアは、下記の通り。AB 金本義継。2010年大都市雇用圏統計データ。東京大学空間情報科学研究センター。2017年3月25日閲覧。 平成26年度総合調査研究経済産業省2017年3月25日閲覧地域県民局青森県の警報注意報の発表地域区分ありがとうございます。